のランチ。3キロオーバーかな。1700。ゼロにしちゃおう。1700とゼロにならんなら。はいちゃん。1700。あとね、ちょっとこの重さを測るからね。さあ、うん、捕まえる、捕まえようか。大丈夫、うん、これと、スネキーボールとクイックスタップ多分暴れるんだったら、もう暗いとこで捕まえた方がいい。あれ、それ多分引っかかった。食欲元気は普通にあります。食欲は食べてるのはんパウダー、ペレットも食べます。あ、少しだけ。ちょびっとだけだね。あんまりまあここで入ってないかな。栄養状態はいいですね。ここの筋肉しっかりあります。はい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 、そうか、爪が伸びなくなっちゃった。ごめんなさいね。そんなに深く切っちゃったんだっけ？本当この爪？この爪ですよね。そんなに深く切っちゃったっけ私？はい。それでは少しずつ切っていきます。痛いの。よいしょ。痛いの。ごめんね。抑えられるのが嫌なんだよね。痛い。これぐらいで切りました、はい、それからこっちの足もこれぐらいで、はい、これもうちょっと切っておきましょうか。はいちゃん、はいちゃん、はいちゃん、これだけもうちょっと切っておこうか。はいちゃん、よいしょ、よしよしよし、もうちょっとだけ切れそうだ。よしよしよし、よし、しっかりとしない。よし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 、さあ、あとちょっとお腹も触らせたらしようかな。うん、まあ ここまで胸骨って言って、まあ、僕らで胸骨があるから、はい、ここがお腹なんですよね。僕触った感じなんかしこりがあるとかそういうのはない。柔らかくて正常範囲だと思いますね。めっちゃ小さい。推定で21歳19歳ぐらいですね。もう80歳ぐらいですね。くちばしはいいんですかね。あ、まあまあ、もし切っていただけるのでしたら、あの切っていただいて。いつも8ミリか10ミリぐらい切ってるね。あの、じゃあ切りましょうか。
しよ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 し。痛い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 。ごめんごめんね。先端ちょっとだけあの深くとこれぐらい出血するでなかなか止まりは毛食べてる毛食べてる痛い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 。よく飛びはこの子のつけたことないか寄生虫予防する薬を使うのか全然やってもいかないんじゃなくて、ね、いや次来た時にやりましょうかみたいな感じで。じゃあやりましょうか。1000円かかりますけど。いやもう気絶ちんって言って、ね、この間そうかそういうところじゃなかったのに多分ねやり忘れたってことはすみませんでした。よし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 。はい、じゃあここにね一滴だけね。こんな手で。よし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 。こんな手で皮膚から薬が吸収して、はい、体の表面と消化管の寄生虫がね予防できます。でこれは。これはどこにかかったかな。でも体重増えてますね。昨年の頃増えてますか。うん。2000年が去年の4月が200、その前が176ですね。一番最初は測れてないけど、2012年が173だから。ご飯ばっか食べてますからね。あ、そうですか。うん、いやでも痩せてっちゃうことが多いから、サトシとってだから。ボディコンディションスコアちょうどいいと思いますから、これぐらい 222.4 まで一番あるような気もしますけど、そうあのペレットと、まあ、パウダーフードと、はい、あとできる範囲の日光浴、はい、日光浴もねあんまりしてない。できる範囲でいいですよ。できる範囲でちょっと日光浴をしたってください。まあ7ミリぐらいね今くちばし切ったのはね。はい、じゃあよろしいですかね。はい、じゃあまあまた、はい、また、はい、うん、ちょっと伸びすぎだね。この前ぐらい、もうちょっと前ぐらいで来てもいいかもしれませんね。はい、じゃあ一般状態よく見といてくださいね、はい、食欲とか元気とか便の状態とかね、はい、数とか、はい、わかりました。じゃあ爪切りとくちばしカットね 0.3、 はい、ともきしが 0.1、 はい。はい。